はーい、皆さんこんにちは、のっぺです。信長の野望大使やってみましょう。さあ、前回はこちら、大友家、そして津軽家をね、滅ぼすことはできました。ですが、北条との同盟が切れてしまって、さらに戦線もされてしまうという事態に陥ってしまいました。さあ、今回から北条攻略頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、北条攻めは4部隊でいきましょうか。いや、北条でかもう東北の方まで来てるもんな。いきましょう。はい、皆の力、さあ、北条氏政、はい、農兵制、あー、これがあるか。さあ、まずどっから当たる。で、あと南部家も攻めてきた、この野郎助太刀致す。さあ、来ました。さあ、南部家も攻めます。敵が迫っております。28,900が来ます。了解。まずはじゃあ、まあ、ここは大丈夫じゃないかなと思うんですけどね。あ、結構厳しい。あー、ちょっと厳しそうだな。まあ、行きましょうか。出陣するぞ。ちなみに南部家の強さはどんな感じ。いや、まあそんな強くないけどな。で、私たちの部隊は、いやー、どっこいどっこいだなこれは厳しいぞ。いきましょう。はい、敵が我が領内に向かっております。何、5万1000が来る。何嘘でしょ。待って、だからこっちの部隊を、ね、3万を行きます。ここで迎えつか。よし、進め。さあ、では行きましょう。はい、いやー、待機する。大ピンチ。で、こちら、はい、戦場狭く勝敗の行方は分かりません。行きましょう。お願いします。はい、内釜木の戦い、明智光秀 VS 相馬森胤。兵数は5で、向こうは農兵セレン使ってるよ。気をつけて。北条の兵はね、農兵が中心なんで相当手強いですよ。さあ、では、お互いの部隊はこんな感じですね。まあ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 、農兵セレン使ったかといってそこまで強化されてない。よしよし、さあ、行きましょう。はい、海戦、内釜木の戦い、内釜木でいいかな。さあ、では行きましょう。今回私は金金沼で、向こうが見張り小屋と跡取り。なんでこんなところに見張り小屋。さあ、行きましょう。さあ、ではまずここ、はい、潰します。で、おそらく大将これですね。敵の居所、なんとか全滅させたいところですけど。あ、で、はい、あー、うずなみだ。痛い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 よ。前へ。で、銀千代ちゃんが今回から参戦。はい、恐れるな。で、立花宗茂は、あー、どこでしょうかね。あ、で、前へ。野牛石関秀才、ご命令。敵の居所囲ってやりましょう。知れました。今ぞ攻め込め。はい、あ、で、はい、沼来た。こっち、さあ、取って返して、こっち。はい、覚悟してもらおう。で、こう、覚悟しろ。いや、待て待て、覚悟せよ。こっち攻めよう。ゲチよ、切り込め。いいぞいいぞ、攻めろ攻めろ。切り込め。はい、キリンジ。哀れな弱き者に、頼むよお前ら。死を持って報い。で、沼はまだ解けてないね。知れました。ご命令を、ご命令ください。で、明石照澄さん、ちょっと、うずめびの関係で戦意が低い。で、まだ沼から出せてない。あー、で、敵の部隊、沼から出ましたね。前へ。だが、だいぶ蹴ったよ。黙って待って、敵中さんか。ゲチ、切り込め。さあ、で、まず一部隊撃破、オッケー、いいよ。覚悟せよ。いいぞいいぞ。足がりたい、はい、前へ。さあ、全部隊キリンジ。力負けするとはね。オッケー、ナイス。さあ、どうだ。ほらほらほら、やりたい、前。さあ、覚悟しておけ。で、どうでしょうかね。はい、ゲチよ。じゃあ、こっち、あとは任せよ。ちょっと任せすぎたかもしれない。はい、覚悟せよ、覚悟しておけ。さあ、どうだ、いけるか。いい、やりたい、前。さあ、で、教育ナイス。ごめん。で、サックし、今ぞ、はい、攻め込め。ゲチ、やな、やりたい、前へ、切り込め。よしよ、今は低い。で、こっち、始めるぞ。ここだ、始めるぞ。で、強引に入ってる。いいね、いいね、いいよ、いいよ。さあ、倒せ倒せ、削れ削れ、前へ。やられる前にやるんだ。で、こう、キリンジ、その首。さあ、で、はいはいはい、オッケー。で、こっち、よしよ。さあ、全部していける。よしよしよし、いけいけ、ご命令。ナイス。で、こう、ゲチ、で、こい。
切り込め。素晴らしい。一旦引くか。ここだ。オッケー、ナイス、パーフェクトゲーム。やりたい。前へ。だが結構きつい舞台もいい。まあ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 。生殺なんとか北条の兵は削れるところは削りたいですね。思うがままよ。うん。さあどうでしょう。で捕獲したのはこの方、はい。で逃がして。片付けない。明智光秀の舞台。じゃあこう。いやこう。で6900。まあ仕方がない。はい。皆の力。さあ宇治政まだなんかやってくる。はい、大義名分。大義名ポイント余ってんのね。でこう、はい、戦場明日の君勝敗の具合は分かりません。いきましょう。お願いします。はい、高遠の戦い、本庄重長 VS 渡里元宗かな。さあではいきましょう。点数ちょっと不利ですけどね。まあここはなんとか足軽の数で押していきたいところで、向こうが農兵精錬でどんだけ強化されてるか。で、これが私たち。めちゃめちゃ強いね。で、これが向こう。いやー、まあまあ強化されてるね。さあ、行きましょう。はい、海戦高遠の戦い。行きましょう。今回私は、金金サクサクサクの沼沼奈落。で、向こうが、金一個か。で、そういうわけなんで、じゃあ、鉄砲どんどん、さあ、ぶっ放していきましょうね。ご命令を始めるぞ。始めるぞ。はい、始めるぞ。なるべく見える位置でね。うまくいくでしょう。さあどうでしょう。敵の意味を知りました。さあ来ましたよ。あで、あー向こう竜騎兵か。マジか。そうだ、伊達政宗が北条家にいるんだ。そういうことですね。ゲチよ、はい、始めるぞ。わかりました。始めるぞ。鉄砲撃ち、ナイス。ゲチで、うまうまうま、はい、始めるぜ。オッケー。守りが甘いぞ。向こうどんだけ竜騎兵いるんだろう。覚悟しておけ。もしかして全部隊。うわー、あと6部隊竜騎兵か。さあ鉄砲の打ち合いになりましたよ。さあでこ、これにて守りさせていただく。はい、ゲチよ。さあ行こうぜ。覚悟を願う。奈落で沼。こっち、ご命令ください。覚悟しろ。で、ゲチ。いや、まあ、ここ鉄砲。ご命令ください。沼にはまっても鉄砲撃てんのかな。で、おといちょうは先方、そこか。まずいまずいまずい。ねえ、ちょっとみんな行ってあげて。覚悟せ。おいおいおい。始めるぞ。ご命令ください。覚悟しろ。あ、待って待って待って。ね、ここは、うんと。未熟者よ。ちょっと助けてあげて、ごめん。しまったしまった。ゲチ。はい。やりたい。前へ。大丈夫か。7000の部隊がどんどん削られてる。怖い怖い怖い。でこっち、覚悟せよ。まだ攻撃が解け。わあ、まずいまずいまずい。沼かい。うっそ。始めよう。すげえ。始めるぜ。はい、覚悟せよ。まだこの部隊相当削られてる。頑張れ頑張れ。やりたい。おい、なんとかついでに金子を早く早くおとり解けろ。ゲチ、始めるぞ。そうか、対象狙いで、もう刺さって撃つか。命令してくれ。さーて、おとい、壊れた。見つぶしてやるぜ。さあ、で、どう、大丈夫？容赦はできん。やりたい。ガシにしようか。いい位置にいたね。ナイス。で、金。叩き潰せ。どうでしょう。はい、始めよう。ちょっときつそうだな、やっぱり。やっぱ対処に潰す。始め。そっち早く潰して。やばいやばい。金の方向かっとる。やりたい。け。強いな。終わりか。叩き潰せ。やってやるぜ。覚悟しておけ。で、ここ遠いも向かってる。くっそ。竜騎兵手厄介だな。だ、やれた。うそ、マジ破れると。切り込め、覚悟せよ。で、ゲチよ、鉄砲、はい、始めるぞ。足軽隊、前へ。よし、オッケー。ゲチよ、始めるぜ。オッケー。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、さあ、行こうぜ。奮闘。戦の仕方、こうだ。やりたい、はい、勝つです。前へ。
くつい。やりたい。まずは私たちの方が勝ってんだけど、ね、でこうちょっと苦しいけど頑張って。あ、やれた。嘘、より遠い。嘘、こいつやれなかった。切り込め。どうだどうだ。ゲチ、頑張れ。よし、オッケー。深くを切ったか。ちょっと痛かった。走るぞ。足軽隊、前へ。こっちも。覚悟しておけ。やってやるぜ。で、まずい。ふんと、はい。頑張れ。うわー、返させてもらった。くっそ。始めるぞ。きく、よし。キツキツ学園。はい。覚悟は良いか。ご命令を。覚悟しておけ。すみません。ゲチを。いける。あとご了承いける。で、柵壊すなぁ、オッケー、よし。いやー、まあでも7万の舞台押し返したからいいか。残りどんだけ残ってる？これが我が部、いやー、だいぶ削られたなぁ。くっそ、まあ6万潰したからいいと思えばいいのか分かりませんかね。はい、はい、この方投与、はい。で、はい、逃がしまして。多分もう一舞台もうすぐ出てきそうなんで、そうだな。いざ、あ、上原参る。いやー、ダメだ、きっつい。これきっついな、きっついとこばっか。一旦起動させる。はい、お疲れ様。今は待て。あー、もうち三太夫さん亡くなってしまった。ありがとうございました。心差し。あー、でこの方も亡くなってしまったと。はいはいはい、報告いたします。きつい。はい、表情でございます。いきましょう。良作、新しい方策ってやんないっす。そうですね、まあとりあえず軍事系にもどんどん振っていこう。で、早いもなるべく早めに欲しいとこですね。農業と軍事でいこう。はい。で、ピッカー、羽柴秀吉、明智光秀から、ここは東道高虎。はい、表情を終えるぞ。で、早い、じゃあとりあえず取っておこうか。はい。で、こっちの連戦自宅も欲しいところですね。あとは、まあこんなもんかな。まあ、ちょっとポイントも大事にしておきましょうか。よし、いいでしょう。ご命令を。で、お次はじゃあこちら。黒川城を攻めていきましょうか。で、部隊もしっかり集まってるね。よし、行きましょう。皆の者、いやー、やっぱ北条攻めはしんどい。行くぜ。待機する。さあ、まずは坂戸城到着。坂戸城は強行25日間に合うか。で、向こうは、あー、やっぱ集めてくるか。11600となると、もう一部隊向かって牽制したいですね。15000、あー、柴田勝政じきじきに出る。出陣するぞ。これは兵たちも士気が上がるのでは。じゃあ行くぜ。いやー、間に合わないか。さで、問題、あー、でこっち、はい。あー、勝敗がいかに混むか采配次第でしょう。わかりました。いきましょう。お願いします。はい、野平地の戦い、榊原康政 VS 南部信長。兵数はかなり不利ですけども、ここはなんとか部隊の能力で乗り切っていきましょう。さあ、でどうでしょうかね、お互いの部隊は。まあ、私たちも強いは強いんですけども、いや、どうだろうな。まあ、対象狙いでいきましょうか。さあ、行きましょう。はい、海戦の平地の戦い。さあ、南部防衛戦も頑張っていきましょう。今回私は金、七区うずめびで、向こうは陣のみか。さあ、では行きましょう。まあ、おそらく罠か作戦か。さあ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 、我が命に従え。で、こっちかな。はい、ご命令、始めよう。なるべく前にはべて、もう出番か。もろうて。向こうは鉄砲隊が一人いるか。それはやりにくい。さあ、まずはこの部隊かかりそう。あ、で3000来るか。来るか、来るか、始めるぞ。来るか、来る、来る、来たー。2部隊かかった、ナイス。で、よし、そこもかかった、いいぞ。 OK。 で、まずはこう、で、鉄砲隊いた、そこか。こう、我が命に従え。で、だいぶ食らってんな。ゲチ、よし。ゲチ、やりたい。で、なんとか南部の信長を潰したいところ。覚悟しておけ。ゲチ、覚悟せよ。だー、沼があった。くっそ。で、おといちゃん、そこか。ごめん。
ゲチオ、まあ、ゲチオ、ちょっと袋叩きで、はい、ご命令を。横槍を入れろ。まずいまずいまずい。始めるぞ始めるぞ。さあまずはおとり舞台を潰す。前へ。ではではやりたい前へ。こっち、はい、やりたい前へ。鉄砲使えへんで、はい、ゲチオ始めるぞ。やりたい、まあっちは任せた。ゲチオ覚悟しておけ。ごめんよ。あいたかここに。やりたい前へ。ゲチオごめんよ。敵の居場所を知れました。おとりも終わったか。はい、やりたい前へ。やっこっち。我が命に従え。なんとかいけるっしょ。やりたい。ここは信じる。みんなの力を始めるぞ。こう覚悟せよ。舞台数が多いんでなんとか強引できたらいいですけどね。でここまでゲチオ名物やりたい。さあ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 削れ削れ。でケースは上回りましたね。オッケーナイス。で鉄砲ゲチオ覚悟せよ。ゲチオさあどうでしょう。やりたい。で強撃強撃いいよ。始めよ。よし、いいぞ。はい、我が命に従え。よし、OK。で、あとは大将。はい、ご命令を。命を。ご命令を。さあ、潰せ潰せ。ご命令を始めるぞ。さあ後期まずやりたい。ぞ前へ切り込め。うん、やりたい。しんどそう。前へ。で、こっち我が命に従え。さあ、いい傭兵です。で、陣がある。陣の近くだと士気が回復しちゃうからなるべく背面壊しましょう。はい、やりたい前へ。ごめん。やりたい前へ。だいぶ攻撃してる。いいよいいよ。よし、 OK。 ゲチゲチ。あれ、なんか南部攻め非常に順調なんですけど。さあ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 、どうだどうだ。うわぁ、ご命令いかん。なんか全部隊なんか全然させるそうです。あーやったよかった。意外と楽勝だった。おー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 、いいぞいいぞ。これぞ我が軍、まあ、なるべく少ない手数で南部兵を倒したいですね。で心中させると多分北条が南部兵攻めちゃうんで、まあだからできれば滅ぼしたい。かたじけない。で、じゃあ榊原康政お手柄ですよ。ここはまあ三の辺向かうか。はい、進むぞ。もう一部隊出せない。4500か。じゃあ4500足りんな。こっち、はい、進むぞ。さあで、どうするどうする。手を打ちます。大丈夫かな。そこで戦える。戦えるね。さあこちら、はい、シギナサトン、我らの価値は揺るぎません。いや、指揮は取ろう。この5万を全滅させる。はい、異能感の戦いかな。甘春影持ち VS 片倉小十郎。まあ兵数は圧倒的に私たちが上だが、全滅を狙って5万を潰す。さあお互いの舞台はどんな感じですか。んー、これが私たちですね。あ、強い。いや、向こうもまあまあ強いっすね。さあ行きましょう。はい、海戦異能家の戦い行きましょう。今回私はのろし金金金で、向こうもやっぱのろしあるか。さあでは行きましょう。のろし先に潰す。始めます。一刻も早くのろしを潰すんだ。敵の居場所が知れました。さあ待てば待つほど私たちが不利。いやー、奈落だったか。まあ奈落だったらいいや。ご命令。でこ、お、もう出番か。さあまずは敵の居場所が知れました。前で次や。どこどこ。ゲチ、始めます。で早く奈落に落ちた人たちを復帰してくれ。油断大敵だぜ。油断大敵だぜ。どこれほどと。なかなか前に出る。ご命令ください。足軽隊、前へ。投げ払え。始めるぞ。早く出てこい。まず一部隊撃破。ナイス。早っ。破れると始めます。ちょっと乱戦だから数が見えないな。大丈夫。切り込め。お覚悟願います。始めよ。ゲチオゲチオ、これほどで。まさか。よし、オッケー。
れるとさあ、押してます、押してます、はい、押してます。で、北条宇治国もいるのか。で、こう、ガシンショタン頑張って、ちょっと下がろうか。覚悟せよ、ちょっとみんなサポートしてあげて、命令してくれ。増えるか、油断しました。叩き潰せ。よいしょ。で、オッケー、中の小太郎撃破。破れるか。で、こっちの人がやばい。さあ、行こうぜ。で、やりたい。やっぱガシン昇誕一人は行ってくれると助かる。俺らも破れると。ヌズベビー。始めましょうか。叩き潰せ。なんだったらここはもう距離取って回復を待つみたいな、そんな感じでも良いのではと思うんですけども、どうですか。行こうぜ。おなみちゃん撃破。ゲチ、で、こっちやな。さあ、始めようか。さあ、でこう始めよう。どうだ、我らがよし、OK。 ゲチよ、お覚悟を得ろ。よし、OK。ご命令ください。で、追撃、追撃始めるぜ。いけー、オッケー。76やりたい、前へ。エチゴ2点、はい、エチ、お覚悟を願う。やりたい、前へ。まあ、エチゴ2点、その首、それはもらい受ける。ここです。はい、いけいけ、押し切れ。叩き潰せ。ナイス。いやー、苦しい。何回合戦しないといけないんだろうね。さあ、どうでしょう。こうなることは分かってた。で、5万の部隊を全滅させました。だけどもっといるんですよ、北条の兵は。もう何度も北条と戦ってる私だから分かる。で、じゃあこの3人をじゃあ逃がしまして、もう太田助政さんあたりはもう初段しようか。ちょっとこの方は手ごわい。初段ごめんね。で、おなみちゃんはまあ女の子だからな。まあ逃がしてあげよう。はい、しな、しなします。ほら、無念だ。大助けまさん、我が妻を恐れたか。無理からぬことだな。愛を恐れましたよ。うん、父上が討ち取られた。まあ、まさかそんな。かたじけない。だって強いんだもん。それは戦いたくないよ。手を打ちます。ここはそうですね、まあ、まあどこでもいいんですけど、じゃあ伊沢城。いざ決戦の地へ。で、向こうはどう。あ、で、また集まってる。あ、集まってないか。ごめん、なんでもないです。さあ、大丈夫。で、こっちちょっと1万1600来てるけど大丈夫かな。あと何日、強行17日。で、こっちは14日か。間に合うな。で、三戸到着。三戸は方位41日。はい、今回は合戦ばっかだったですけど、なんとか勝ってますね。まあ、これだったら北条へのカウンター、そして南部へのカウンターも決まるのではないでしょうか。さあ、では今回はここにしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。